乾杯。はい、皆さんこんにちは、おつです。本日なんですけれども、本来ならあやなリゾート第1弾、タクシーからですねチェックイン、そしてホテルの部屋の紹介までする動画をですね作成をしていたんですけれども、なんと動画のデータを消してしまいましたということで、本来第2弾になるはずの今回の動画第1弾としてアップロードさせていただきます。みんなにね、本当はね、部屋の様子とか、建物、ホテルの敷地内の様子とか皆さんにね、紹介したいと思ってたんですけど、ちょっと昼ご飯からになってしまいました。ちょっと私自身もね、かなりショックを受けております。ということで、第2弾の動画を、はい、ぜひご覧ください。ということで、じゃあ、どうぞ。施設内なんですけど、はい、こんな感じでいろんなお店がですね、入ってるんですね。でも一つの街みたいな感じでですね、服屋さんもありますし、アイスクリーム屋さんとか、あと飲み物屋さん、お土産屋さん、あと宝石ショップ、あとはこちら結婚式を挙げられる方のですね、写真撮影をしたりだとか、そういうところに使われるようですね。ここもはい、ハンドメイドの、バリーでできた、服を売っている、女性物のお店ですね。はい、でちょっとこっちも歩いてみますか。ここは髪切るヘアカットのバーバーかな。そうな、はい、こちら男性用のですね、おそらくビミンズもありますね。ビミンズもメンズもあるようなお店になってますね。オープン10時から10時、結構夜遅くまで空いてるんで、ロックバーとか、その他いろんなバー行った後にですね、気軽に立ち寄って買い物もできるのかなっていう感じになっております。はい、でインドネシアコモド島っていうね島があるように、コモドドラゴンが生息しているようで、こんなところにですねコモドドラゴンのオブジェが、はい、あります。でこちらも服屋さんですね。ホテルのこういったリゾート施設に服屋さん、サンダルとかも、はい、売ってますね。すごいです、ここもお店です。結構たくさんお店もありますね。はい、やっぱレストラン、ショップ、水着屋さんが多いです。っていうのも、この施設14個の前に話す通り14個のですね、はい、プール、無料プールがあって、泊まった宿泊者はですね無料でアクセスできるということで、非常にこちらメインプールですけど、時間がゆっくり過ごしていくような、そんな感じですね。はい、ここもレストランです。ということで、ちょっとねもう12時過ぎたんで、ちょっとランチを考えないといけないですね。ということでランチ探します。ちょっと昼ご飯の前にですねショップの方に入ってきました。ちょっと見て回りたいと思います。はい、こういったアクセサリー、こちらが僕らが泊まってる部屋から一番近いショップになってます。結構インドネシアのね寺院に行くときに必要な、サロンとかですね、あとはインドネシアの人たちがよく着るような服装、あとアロハシャツなんかも売ってますね。ランチ行ってきます。はい、というわけで今からですねお昼ご飯食べるんですけれども、こちらあやのリゾートっていうホテルなんですけど、さっき言った通り4つのホテルが入ってて、もう一つリンバっていう方にちょっとバスを使って移動しようと思います。そこにあるのはトゥゲっていうお店がありまして、インドネシア料理をですね食べられるそうなので、はい、今私たちはここの建物にいるんですけど、無料バスを使ってこう移動して、ここにあるトゥゲっていう料理屋さんに今から行こうと思います。んじゃ、今一旦ですね私たちが泊まってるホテルの、から出まして、同じ茂地内にある別の、リンバっていうホテルにですねこの無料バストラムを使って移動しようと思います。はい、はい、ということでバス、トラムに乗ることができました。これからリンバの方を見て移動したいと思います。
ということで、リンバもうすぐ着きます。はい、リンバやってきました。結構宿泊者の方も多いですね。あ、OK。 あ、OK、Thank you。 はい、こちらトゥゲ行きたいと思います。いや、もう非常にね、これリンバっていうまた別のホテルに来たんですけど、別のホテルというか同じ敷地内にあるそこの系列店、系列なんて言ったらいいんだろう、全部一緒のホテルが何棟かあって、そのうちの一つリンバっていうんですけど、名前が違う、はい、そう、そこに来ています。で、そこにあるトゥゲっていうですね、レストランに、これから行こうというふうに思います。はい、こちらもこんな感じで、こちらのプールですかね。いいと思う。はい、貴重な何かありますね。はい、こちらのホテルも無料で入ることはできます。ここでほんま休むとこもありますね。いや、あー、どっちがいい、なんかすごい outside? Outside? はい、外の、座席を、はい、いただきます。Where is the recommendation? We have best banana available. This one, will be fine for you? Yeah. Thank you. はい、こちらの座席になります。はい、というわけでレストランに、はい、座りました。で、結構美味しそうなね、ご飯がいっぱいあるので、今日もインドネシアに来てるんで、インドネシア料理をいただこうというふうに思います。Yeah, you can choose one. Red dragon, avocado, pineapple, watermelon, can you do? Pineapple. And... What's that? Mie goreng? Yeah. No allergy. Yeah, no allergy. Yeah. Okay. May I repeat your order? You have ordered one pineapple juice, one mie goreng, one sensation, one nasi goreng. Yeah. All right. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. はい、という感じでですね、私パイナップルジュースと、まだ食べてなかったミエゴレンをいただくことにします。はい、じゃあちょっと料理は来るのを待ちたいと思います。んじゃ、はい、というわけでランチがね、到着しました。はい、今回のランチは昨日、昨日食べられなかったので、こちらミレゴレン、ミニゴレン、ミニゴレン、ミエゴレンになっております。はい、少し美味しそうですね。はい、ほんで、飲み物に関しては、はい、パイナップルジュースをですね、はい、いただきましたので、では皆さん、恒例のごとく、いただこうと思いますので、はい、では、乾杯。美味しいですね。冷えてて美味しいですし、パイナップルね、めっちゃスッキリして、美味しいです。今日、朝から何も飲んでなかったので、はい、ということで、じゃあ、試食していきたいというふうに思います。じゃあ、これ何、鶏肉、豚、豚肉、チキン、あ、どうある、あ、鶏肉ですね、おいしいです。いや、もうそのまま食べていきますんで、食レポ苦手なんで、じゃあ Thank you。 はい、というわけでトゲ美味しかったですね。ということで、これから一旦部屋に戻って、はい、これから一旦部屋に戻って、スーツケースが届いていたら、スーツケースからですね、水着を取り出して、今からプールに行きたいというふうに思います。で、これから、5時からですね、離島の中でもすごく有名な
ロックバーっていうのがあるんですけど、そのロックバーを予約してるんで、まあ、それに間に合う形でプールに行きたいと思います。んじゃ、はい、というわけで林場から出発して元の綾菜の方に戻りたいと思います。ということで今トラムに乗っております。はい、じゃあ10分ぐらいしばらく揺れたいと思います。はい、部屋に戻ってきました。今の間にですね、荷物届けられていたので、これから着替えて、はい、プールに入っていこうと思います。じゃあ、はい、はい、というわけで着替えたので、これからですねプールの方に行きたいというふうに思います。ちなみに日差しが強いんで、こういった日傘っていうのも勝手に借りていっても大丈夫なようです。はい、はい、ということで、よし、入水しますね。はい、あ、結構冷たいっすね。タオルもね、無料で借りれるみたいですね。はい、1.2 メートルあります。はい、ということで海の見えるところまでやってきました。おお、ちょっと逆光ですね。はい、これはやばいっす。泳げない人です。しばらくのんびり泳ごうと思います。はい、でちなみになんですけど、泳ぐのめちゃめちゃ苦手でですね、ちょっと泳ぐ練習をしたいんですよね。というのも夏休みの途中でまた別の国に行って、そこ足がつかないぐらいの海のところに、はい、なんで今の間に泳ぐ練習をですね、命を守るためにしておきたいと思います。幸いにこちら14カ所あるらしいんで、14カ所違う海に入れると思えばいい練習機会になりますね。はい、ちょっとね、その辺に、はい、こんなやつがあるんで、ちょっと水を浴びようかなと思います。あー、めっちゃ気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいいですね。はい、ということでちょっと別のプールにね、移動してみようと思います。じゃあ、はい、続いてちょっと別のプールにやってきました。こちら水深奥は2メートルあるそうですね。なのでちょっと気をつけたいと思います。はい、というわけで行きます。深い、もっと2メートルらしいです。待って、つかんじゃん足。大丈夫。無理かもしれないですね。ちょっとこう戻ります。はい、プールはね、もう終えて、今からですねタオルを、はい、こちらのタオルをですね返して、部屋の方に戻ってシャワーを浴びたいというふうに思います。んじゃあ、